和津取手市からの長望和津取手は、名古屋市緑区にあった取で織田信長によって築かれ、桶狭間の戦いの前哨戦が行われた。大高城、丸根取手と共に1938年に国の史跡に指定された。大高城の北東約700メートルの丘陵上に築かれ、東西25メートル、南北27メートルの規模だったという。 終わりで勢力を伸ばしていた、織田信秀の死後、この信長が後を継ぐと、信秀に従っていた鳴海城主の山口京継が、駿河の今川義元に寝返り、義元は大家城を主中にした。そこで信長は、鳴海城に対して、丹下取りで、前生寺取りで、中島取りでを築き、さらに、大家城と鳴海城の間を遮断するために、丸根取りでと和室取りでを築いた。 和津取出には、首相として、織田秀俊と、飯尾帝僧、小政府氏が置かれた。A63 年5月19日早朝、終わりに進攻した今川軍は和津取出と、丸二取出に攻撃を開始した。その知らせを受けた信長は、清洲城から出陣したが、厚田神宮に差し掛かった時には、すでに両取出は落城したらしく、煙が上がっていたという。この時、 和津砦を攻撃した今川法の武将は、武徳変年修正等の後世の資料では、朝比奈康義とされているが、康義は、工治三年に死去しているため実際は、この隊長で、親子を誤ったものと見られている。その日の桶狭間の戦いで吉本は討ち死にして、今川軍は、尾張から撤退し、今川氏から独立した、三河の松平元康との間に、 清須同盟が成立したため、和須取手が再び使われることはなかった。長寿寺山和史跡、和須取氏市の石踏みが立つ。周辺は、和須取公園として整備されている。取氏市のある丘陵の麓には長寿寺という寺があり、この寺は、元信言、早朝有事と称していたが、和須取の陛下により消失したという。JR 大高駅より東へ、徒歩約5分。 ありがとうございます。